はい、谷口です。さあ今回はね、ウィッシュ体操クラブに新しい器具が導入されましたということで、今回導入した器具がタンブリングトランポリンというね、体操技、特に難しい技をする練習にすごい必要不可欠になっているこのタンブリングトランポリンね、今回うちの教室に届きました。ということでね、今回はタンブリングトランポリンの組み立ての様子やったりとか、まあ、困難して使えるようになるよっていうのをね、ご紹介できればいいかなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速やっていきましょう。レッツタンブリングトランポリン設置。はい、一応20分ぐらいかけて、はい、こんな感じで段ボール大量から今度は鉄大量になりました。ふう、これ結構重たいね。はい、こっちは、はい、ドーン、ゴミばっかり。はい、ということで、これをあと1時間10分ぐらいで組み立てるのは多分ほぼ不可能やと思うので、授業ができるように今から現状復帰して全部今日の授業が終わった後に組み立てたいと思います。よし、柿原君、全部授業が終わりましたので今からタンブリングトランポリン設置していきたいと思います。はい、ということで柿原君もおケツがあるのでできるだけ早くやっていきましょうか。30分で完成させる。 OK、 無理やろ。まあ、とりあえず骨組みまでちょっとやっていこう。よし、行くぜ。ちょっと説明書どっか入ってないの？なんか謎のやつがあんねん。痛い、切りました。やばにー、速攻切りました。痛い。いや、まさか指切ると思わへん俺。ミスター、痛ー。速攻オプション。これはトランポリン。それはトランポリンな。これが進行。どれ端っこなんやろな、これ。ややこしいな、これ。あー、重たい。めっちゃ重いで、それ。あー、重たい。向こうまで持ってけば。よし、大丈夫。よし、とりあえず、出てみるか。抜けへん。これさ、いろいろ工具の使い方あると思うけどさ、これは絶対違うで、これわけわからんならへん、それ。もうこれ決めるとこに決めようと思うやつ。ちょっとどんどんやっていこう。ほら、片死ぬ。はい、約2メートル完成。何分かかった？40分。まずいですね。2時間で完成って、これプロがやって2時間で完成やねな。ちょっと頑張ろうか、柿原君。よし、頑張りましょう。あー、やばい、下がった。やめろ。
むちゃえぐいこれ。やばいなこれ。まだ何メートル？4メートルぐらいか。無理。体操の先生の偉大さを感じるわ。すごいよね。歴代の体操教室の先生。はい、いろいろ考えた結果、ネット先張って調節しよう作戦。頑張ろう。理解力のない社長と一緒にやる感じがする。さっきから珍回答連発してる。珍回答プラス正しいこと言ってるはずじゃない。なんか違う。なんか違うもん。なんか違う。どっかずれてる。はい、あれやったこれ仮止め。仮止めでかった。はい、2日目です。さあ、昨日のうちに柿穴先生と一緒に、大方土台まで踏み上げれたので、今回はね、今見えてる赤のバネを隠すね、ちょっとクッションをね取り付けていきたいと思います。今日は保育園の指導もあるので、ちょっと急ぎ目でやっていきたいなと思います。はい、ではこんな感じで 10m のタンブリングトランポリン完成しました。やった。はあ、丸一日作業。一応これでタンブリングトランポリン使えるかなと思うので、実際にちょっと飛んでみたいと思います。いいやこれ。おお、バッテンでいいや。楽。はい、こんな感じでタンブリングトランポリンできましたので、あと教室がちゃんと授業できるように現状復帰して仕事に行きたいと思います。では実際に授業の様子を撮っておきますので、よかったらご覧ください。どうぞ。ポイン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 ワーポインアーアー